三重県尾鷲市の観光施設熊野古道センターでクライミングなどが楽しめるイベントが開かれました。大きなクライミングウォールに挑戦した子どもたちは落ちそうになりながらもスタッフのアドバイスをしっかり聞いて登り切っていました。難かった。上の方には持つところが少ないとハラハラして楽しかった。また木の棒を投げ合って的を倒していくスウェーデン発祥のスポーツクップも体験でき、子どもたちは自然の中でゴールデンウィークを満喫していました。イベントは明日も開かれます。